歌う角には福来たる歌手の門松みゆきさんですどうぞよろしくお願いいたします門松みゆきですよろしくお願いいたしますいや暑い中、はい、入間市までようこそお越しいただきましてどうもありがとうございますちょっとこう今ね雷がゴロゴロというか<あ>なんか雨降りそうな感じでしたよそうなんですよ雷注意報が今出ているんですね,ねはいそんな中 ありがとうございます。楽しみにやってまいりました。よろしくお願いいたします。そう、あの門松さんには昨年の4月4日にお電話で。そうですよね。ご登場いただきまして。やっと来れました。もう待ってました。嬉しい。もね、なんかね、私思っていたのと、なんかこう、えっとね。お顔と佇まいと歌声の印象がちょっとね、ギャップがあるのにね、私今驚きました。はい、なんかあの、今お見えになった時に、もう本当に。 アイドルのようなあのお目目そんなこんなパッチリだしもう黒いこう濡れたような黒髪って言うんでしょうかねストレートの長いあのま黒な髪であのアイドルかと思いきや歌声聞くとなかなかパンチのある声されてますよね割とこう中低音と言いますかあの太い声なのではいそういう風に言っていただくことありますねあの早速で申し訳ないんですけども自己紹介を していただけますでしょうか。あ,はい、ありがとうございます。え、はい、私は2019年の2月にですねえ日本コロンビアよりデビューをさせていただきましてえ今年丸3年4年目を迎えさせていただきましたえ神奈川県小田原市出身の現在29歳でございます来年未卒を迎えます。いやいやいや、はい、でもあの若く見えますよね。<laughs> え本当ですか。ありがとうございます。うん、なんかまだ20代前半ぐらいの。<laughs> はい、感じで可愛らしい,い雰囲気とは真逆のなかなか重低音の聞かせた歌声、はい、素敵でしたありがとうございますプロフィール拝見しますと、はい、特技いろいろとお持ちで、はい、ジャズダンスヒップホップとかのダンス、はい、お得意なんですか そうですね。あの小学校3年生か4年生ぐらいの頃から、えー、まあ、習い事として始めまして、はい、あの本当にまあ私は16歳の時に作曲家の藤井龍之介先生のまあ、弟子になったんですけれども、はい、まあその先生と出会わなければもしかしたらダンサーになってたかもしれないです、ね。<laughs> なんか全然違う方向ですよね。ダンサーと演歌歌手。そうですね。まあやっぱりこう演歌歌手になりたいという気持ちはもうずっと本当にいいも心ついた頃からあったんですけど なんかそのためには何かこう武器が必要だなってなんか子供ながらに思っていまして、はい、でその時にあやっぱりこうリズム感とかそういったのがあった方がそれこそやっぱり身振り手振りだったりっていうこう歌にもそれは通じるものがあるかなっていうので、まあ、両親に自,自ら相談して <laughs> やりたいんですっていうことで習わせてもらいましたね。あのちちっちゃい時から 何かに興味があったんですかそうですねあの私は2歳の時にあの北島三郎さんの特別公演を見に行きまして <laughs> ちもちろんその時の記憶はないんですけれども <laughs>、まあ、両親に連れられてと言いますか <laughs>、はい、で行くことになり、まあ、そこから、まあ、両親がもともと演歌好きじゃなかったんですけれども、まあ、その北島さんの公演を見て、はい、うわ演歌すごいって。 まあすごく興味を持って私自身もあの普段どっか連れてくとまあこういうイオンとかだともう,うろちょろうろちょろしてもうすぐ迷子放送で呼ばれちゃうような落ち着きのない子供だったらしいんですけどでもその公演だけはしっかり2時間のお芝居そして2時間の演歌のショーをこう食い入るように見ていたというところからあのもしかして興味あるんじゃないかっていうので毎年毎年見に行くようになって。 で、はい、まあ本当気づいた時にはもうあ演歌家になりたいっていう風に思ってましたね。そうなんですか。あとそれから楽器もいろいろやられていて、はい、あの例えば津軽三味ャミ線も特技ですね、はいはい。そうですね。もう私の原点と言いますか。うん <laughs> もうすべてはもう北島さんから始まってるんですけど <laughs>、はい、それこそあの風雪流れ旅と、はいば両手を叩でしたっけ <laughs>、はい、で、はい、その時にですね、まあ、その三味線の先生がこうベン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 とこうかっこよくもうピンスポット浴びて、はい、あの白い雪わって散らしてあの姿を見た時に、うん、あ私センターで歌い手としてならなかったらこう横で弾くのもありかなと思って。<laughs> <laughs> <laughs> 面白いそうなんです <laughs> それで千軽蛇店を習い始めた、はい、きっかけはそれでしたね<あ>、はい、そうなんですか <laughs> あの 私もね実はあの子供の時に、はい、津軽民謡と津軽三味線習っていたことがあるんですね。そうなんですねみゆきさんの歌を聞いて、はい、あれこの方多分民謡やってらっしゃったんじゃないかなって私思ったんですけどすすごいです、ね、民謡も一緒に同じところで習っていました<あ>あの奥様がその民謡歌手の方でご主人が三味線奏者の方だったので、うん、民謡も習っていたんですけれどもやっぱりこう今聞いて頂い,いてるようにもともとあまり声が。 も子供の頃かから高くなかっみんよってこう割とこう高ければ高いほどやっぱりこう響く音だったりとか魅力が出るっていうようなやっぱり曲のジャンルだったのであ私に向いてないなと思ってなんかすごくこう自分の声が嫌いになった時期がありましてもう歌うの嫌だなって思ってた時があってでもまあその時にですねこう藤恵子さんだったりとか千秋直美さんの歌を聴いた時にあ こういういジャンルもうすごくこう衝撃を受けたのを覚えていましてそこからあやっぱり私は歌が好きだし、うん、もっともっとその自分の魅力を出せる楽曲を勉強したらいいんじゃないかっていうところで民謡はちょっと本当になかなか思うように歌えなかったっていうところはあるんですけどもちろん今となってはまた新たに勉強したいなという気持ちは出てきていますけれどもやっぱり子供 のの時の自分にはちょっとやっぱそこは変えらなんか越えられない壁というかちょっとなんか諦めかけたた時がありましたねでもその民謡をやっていたからこそ、はい、あの独特のこの拳ね、はい、演歌だけやってらっしゃる人とはまたちょっと違うあのね回、ね、し拳がつくのでそれであのね声もこう重低音を聞かせた、はい、っとパンチのあるあの深みのある 太いいお声をされてるのでそれでこの民謡で培った拳を生かしていけばまたもうみゆきさんならではのねできるとえ何かやっぱり勉強したことって無駄にならないなっていうのは本当に改めて今この年になって感じるものでもありますしやってきて無駄になってないなというのは少しですけれども感じますね。そうういった面でとトロン トトロロンンンンボボン習っっってらっしゃったトロンボンはですね、私<え>あの中学高校と吹奏楽部に所属しておりましてその時まあ6年間ずっとトロンボーンを、はい、担当しておりましたじゃあ素晴らしいですねダンスは踊れるし座る三味線弾けるし <laughs> トロンボーン、まあ、吹奏楽もいけるということでご自身のお声もう本当に魅力的なあの人の声ってそれこそ楽、はい ですよねだからあのものすごくいい楽器をご自身にお持ちでそしてあのこれまでいろいろと学んできた、はい、サブちゃんをきっかけにいろいろ並んできたことがね生 <laughs>、はい、かせてとっても素敵なお声でとっても素敵な節回しをされるなと思って嬉しいですなんかさっきもね「その花の命も」も、はい、結構切ないというか大人の女性のね、はい、歌じゃないですか。 でスタジオに入ってきたみゆきさんみたいなあららんて可愛らしいと思って <laughs> <laughs> ねこんな可愛らしい方からあんなにこうなんて言うんでしょうねふくよかなお声とうこうなん なんだろうこう女性のこの切なさみたいなのが表現できるんだってものすごく素晴らしいなと私<わ>も、ね、しちょっと鳥肌立ってます。あ、ありそう。寒いんじゃないですか。大丈夫ですかちょっと寒いのかな。<laughs> <laughs> ありがとうございます。どうもありがとうございます。<laughs> あのですね。はい、ここで一つすごいと思ったことをお知らせしてもいいでしょうか。はい。なんでしょう。日本作曲家協会音楽祭2022の。はい。 奨励賞を受賞されたとそうなんですありがとうございますこれは大変名誉ある賞ですよ、ね、そうですねあの本当にまあ先ほどお聞きいただきましたあの花の命もですね日本作詞大賞ノミネートということで、はい、本当に大きなステージで歌わせていただいてもうたくさんの皆様に応援をいただいたおかげで今年は作曲家協会の奨励賞ということでもう本当にですね今までそういった賞っていうのをいただいたことが なかったものですから意外 <laughs> もうすごくなんかあ少しですけれども認めていただけたのかなっていう思いでそしてまあファンの皆様にこれからもっともっと恩返ししていかなきゃいけないなという思いですね。はい、すね早速ここでもう一曲お聴きいただこうかなと思ってるんですけれども、はい、あの最新シングルに収録されているこの中の一曲をお届けしたいと思うんですが。はい 曲紹介よろしいですかはい、えー、門松美行きの一曲で、えー、カバー曲になるんですけれどもお聞きいただきたいと思います桜の歌引き続きお話を伺ってまいります、はい、さっき曲がかかっている間にちょっと申し上げたんですけどはい。切なくて泣きそうになる、はい、<laughs> ありがとうございますなんかもう本当にこのまたね一曲目にお届けした曲とは、はい、またガラリと雰囲気が変わったはい。こうちょっと本当になんかこうなんて言うんでしょう ず,ずっとこう、えー、と目の前の方の深いところに届けるような歌い方で。はい 本当にちょっとね今こらえてますありがとうございます <laughs> 嬉しいですでカバー曲とおっしゃってましたけど、はい、これは<あ>どの方のカ,カバー曲これはですねあの同じ日本コロンビアの大先輩でございますの美空ひばりさんの一曲なんですね <laughs> そうですか、はい、でも私これ美空ひばりさんの歌というよりも、はい、も,うもはやこれは門松美由紀さんの歌っていうオリジナルの歌のように聞こえましたので嬉しいですありがとうございますいや素晴らしい素敵な歌声 皆さんにも楽しんでいただいたかと思います、はい、<laughs> さてここでメールが届いておりますのでご,すご紹介いたしますね、はい、えこちらは関谷大二郎さんからいただきましたうまどうもありがとうございます兵道 <laughs> さんこんにちはこんにちは本日は門松美由紀さんがゲストということでメッセージします門松さんもこんにちははいこんにちはありがとうございますいよいよ来週は門松さんの故郷小田原三ノ丸ホールで初めてのソロコンサート三ノ丸 カバーズも開催小田原ががまた盛り上がること,と思いますことあるごとにふるさと小田原への愛を語り今は勝手にやっている小田原観光大使も正式に認められる日がそう遠くないことを願っています。 4月10日は小田原三の丸ホールに行って集合です。<笑><笑>といただいています。ありがとうございます。集合ですはですねあの私お酒が好きということでその、はい、集合ですっていうこう当て字にしてるっていうことですね。<あ> <laughs> 私拝見しましたよ。<laughs> あの NHK の流行 <laughs> 歌,歌ですね。<laughs> あ<の> <laughs> びっくりした。あの司会のね、はい、あのミュージカル界のプリンス、はい、井上さんも、はい、井上よしさんも驚いてらっしゃいましたけど。はい、結構お酒召し上がるんですって。<laughs> まあたしなむ程度。たしなむ程,程度っておっしゃってましたっけ。<laughs> あの調子のいい時は。調子のいい時はそうですね。五百十二本ぐらい。でします,、ね、<laughs> <laughs> すそれ毎日、毎日晩酌してらっしゃるんですか。基本的に晩酌は毎日しますね。はい。どうですか。え、でもそんなにたくさんお酒飲んで、喉とかに影響ない。 いいですかそうです、まあ、さ、さすがにちょっと午前中に歌うとかってなると <laughs>。あの、早めに切り上げたりしますけど、あんまり気にして飲まないですね。<laughs> はい。<ど> <laughs> そうか、まあ、ほどほどにそうです、ね。たしなむ程度に、はい、ということですよね。そうですねたしなむ量が。そんなね、主語の、はいそして。 小田原観光大使、勝手に観光大使なんですか？そうなんです。あの日本コロンビアの公式 YouTube チャンネルで、はい、あの角松美きの勝手に小田原観光大使という動画をですね、まあデビューの時からアップしておりまして、はい、はい、もちろんあの非公認で勝手にやってるんですけど、<laughs> 今ね、はい、あの目の前にいらっしゃるファンの方が、はい、うんうんって頷いてらっしゃいまして、それご存知でしたか？<laughs> ですよね、きっとね、毎回見てらっしゃるんでしょうね。<laughs> そうなんですよ。じゃあねぜひあのその公式 YouTube チャンネルの方もね、はい、ご覧いただ。 大体肌荒れの魅力をたっぷりと、はい、まあそれも大体お酒飲んでるんですけどね。<laughs> 大体ビール飲んでる。そしておつまみはやっぱりあのカマボコです。美味しいですもんね。そうかそうかだからかあのあのね結構あのプロフィール拝見して渋いなと思ったのが、はい、好きな食べ物が、はい、<laughs> アンキも知らうをかまぼこ知らって渋すぎませんか。当てです当てです。ですですよね。<laughs> じゃあこれをあてに美味しいお酒を毎晩召し上がって でうでね、そうですねもうだからもう本当にに38度とか今もう異常気象じゃないですか <laughs> なのでもう生ビールが美味しくて美味しくて <laughs> 気温関係なくないじゃないですか<ー>多分ねもう,うもみゆきさんぐらいまで行くと瞬間終了美味しいかもしれない、ね、<laughs> 毎日美味しいっていうね <laughs> <laughs> そっか、はい、じゃあそんな小田原ご出身のみゆきさんコンサートが ええ、10日にあるということですか。はい、7月の10日の日曜日でございます。はい、はい、こちらチケットまだ入手可能でしょうか。もちろんでございます。あの今回大ホールということで、はい、あの本当にチケットは売るほどあります、ね。<laughs> <laughs> そりゃそうでしょうね、はい。もうぜひぜひ地元小田原に足を運んでいただいて、まあその際にはぜひ勝手に小田原観光大使の動画を見ていただいて、はい、そうしますとより一層観光も楽,楽しめますからね。はい、えっと観。<laughs> 観光、そして美味しい食べ物もね、はい、小田原にはたくさん、<laughs> 海の幸とかもありますからね。そうですねぜひ、はい、もう三方位で楽しんでいただける。そうですね。ねありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの、これから、はい、何を目指して、行かれますか、はい。そうですね。やっぱり、こう老若男女問わず、この演歌歌謡界を、もちろん盛り上げていきたいという気持ちもありますし。こう興味を持っていただきたい。 そしてますますこう先輩方が残してくださった素晴らしい作品を歌い継いでいきたい、まあ、そんな思いで一生懸命頑張っていきたいと思います。はい最後になりましたけれども、はい ラジオ聴きの皆さんに、はい、ぜひメッセージを一言お願いいたしますはい FM チャッピーをお聞きの皆様門松みゆきでございます、えー、まだまだね本当に心配な状況ではありますけれども前向きな状況になってきたと思っております、えー、ぜひ近くに寄った際には門松みゆきの生歌をお聞きにそして応援をしていただけたら嬉しいなと思います本日のスタジオゲスト歌う角には福来たる歌手の門松みゆきさんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました